あーよいしょ、ふう、あー、いや、明けましておめでとうございます。小さなお店のニッチなマスター、マスターケンです。あー、明けたね。さあ、なんだかな、今日は何をするのかなと言います、何をするのかなというと、あれよあれ、みんなやってるじゃん、2020年の総まとめみたいなやつ、それをやります。ちょっと1年、マスターがやってきて見てきたネットフリックス作品で面白かったなっていうやつの、まあ、ちょろっとした総まとめです。それではお付き合いください。今月も2020年ネットフリックスマスターが面白かったやつ、あなたが見たくなる作品に出会えるかもしれない。ざっと説明する。ルーサーは怪力の持ち主、クラウスは死者と話せて、アリソンは囁いて人を操る。使ったことはないが。噂を聞いたの。あなたは自分を殴った。アンブレラアカデミー、特殊能力系の作品ってやっぱりワクワクしますよね。アメコミから実写化されたアンブレラアカデミーはマーベル作品のようにガンガン戦うよりは、能力者の人間模様をうまく取り入れながらおしゃれに戦います。特に注目してほしいのは戦闘シーンでの音楽、洋楽好き必聴の泣きの選曲にうなること間違いなし。はい先生、コブラガイベストキットを知っている中年男性はマストウォッチです。元旦にシーズン3が配信されたのでワクワクしながらマスター見ています。元ネタのベストキッズを知らなくても楽しめる。多分マスターの正月はコブラガイ一色だと思います。おとなしく。何よ、容疑の用意。クイーンズギャンビット、これは最高に面白かったです。チェスのルールが分からなくても問題なし。藤井聡太二冠の快進撃だと思ってご覧ください。こんなに飲むのか。もっと飲む時もある。チェスでお金を稼ぐことができるなんて全然知らなかった。もっと賞金が高い大会もある。2週間後にメキシコだし、 US チャンピオンシップもある。それからパリ。お酒もね、頭をぼんやりとさせないと対局を想像できない。もう孤児じゃないね。順調に上まで上り詰めたから、私たちの気持ちわからないよね。恐れる相手なんかいないんでしょ。一人だけ怖い人がいる、ロシア人。人生チェスだけじゃない。これが得意なの。コントロールできるし支配できる。天才と狂気だ。コインの表と裏だ。才能がある分代償も大きい。私がイカれてると。君には驚いた。4作品目の紹介です。ペーパーハウス。綿密に計画された銀行強盗ってよくあるお話なんですけど、それです。でも今回は造幣局。海外ではネットフリックスを代表する看板作品なんですが、日本では筋金入りのファンはそんなに多くない。ただ主人公の女子のコードネームが東京ってだけで親近感が湧きます。ノットオーケー、背景日記さん、シーズン2やってください。思春期の悩みに追い打ちをかけるようにコントロールできない超能力を抱える高校生のお話。ね、ノットオーケーはね、残念ながらなんか、ね、シーズン2が打ち切れになったみたいな話を聞いちゃったんで、まあ好きだったんだけどね、あれね。何がいいかって、なんかやっぱね、1時間40分1時間もののね、ドラマよりもね、なんか 2,30 分でサクッと終わってね、なんか淡々と続いていく感じのドラマがやっぱり最近、まあマスターも好きなんだけど、その中でも割と好きな方だった。あとなんだっけな、題名が出てこない、なんとかの最低、なんとかの最低な、あーダメだ、あー出てこない、あーなんとかの、なんとかの最低な、僕はジェームス。
17歳。間違いなくサイコパスだ。9歳の時僕は手を入れてみた。何かを感じたかったんだ。学校は退屈だけど品定めをするために行ってた。この最低な世界の終わり、2017年に配信されたとにかくエモい作品、全部でシーズン2つかな。マスターは今一つ理解していないエモいとは、なんとも言い合わせない素敵な気持ちになった時に若者が使う言葉だそうです。この人を好きになれそう。殺してみたいと思った。好きになったふりをした。嬉しいね。何が？ゲイじゃないかと思ってた。あんたのパパ最低。この町を出よう。私は行くよ。あんたはどうする？いつ彼女を殺せるかわからなかった。父さんを殴って車を盗んだ。いい出だしだと思った。私たちマジで何やったっていいんだよ。デートしない？バナナスプリットにあとクソスプーン2本ね。わかった、もう結構。マービン！いいわ、そのマービンとやらに持ってこさせてよ。このじゃあね、マービン。アリサは少し病んでた。上を脱いで。待って、引っかかった。これって爆発すると思う？映画じゃあるまいし。直せるかも。置いてけないよ。あれでもまだ直せると思う？誰も止まってくれない。上半身裸だからでしょ。変態を乗せてくれるなんて変態しかいない。どうぞ。ほら、これで殺されたりしたら全部あんたのせいだからね。They've won the grand championship several times. They could beat anybody. チアの女王。アメリカの片田舎にあるチアの全国大会常連のナバロ高校、優勝までの1年を追ったドキュメンタリー。最高におすすめ。ネットフリドキュメンタリー四天王の一つ。I guess I'm going there. Your own brother is turning on you, jumping you. They were trying to beat him into a man. They would make me feel like I was not a part of the family. Those are my kids. I'll fight tooth and nail for them. She knows how to produce. Do it again. She is a beast. Oh! You worked so hard your entire life for a moment. Do it again. If you want to be one of the top teams at the competition, you have to step it up. Do what you are here to do. Leave the legacy you want to leave behind. What we're reaching for, it's insane. You keep going until you get it right. And then you keep going until you can't get it wrong. Whoever thought of chucking someone into the air and seeing how many times they can flip, that person is psychotic. But yeah, I'm the crazy person that does it. We can! We will! We must! Let's get it!ドキュメンタリーが続きます。相撲人、19分の短編ドキュメンタリー。女性力士は土俵に上がれないという伝統を変えようと奮闘する彼女にフォーカスした作品。結局こういったドキュメンタリーが好きなんです。宿敵な理由で昔から女性は土俵に上がれなくて、女子相撲にはプロがありません。小学校の1年生の時に相撲を始めて、そこから3年生ぐらいまでは男子相手にしても負け知らずで、男子はプロ行きたいとか比較的簡単に将来と相撲を結びつけて考えることができてて、多分女子は小学校を卒業したら終わったりとか、女子が上がっちゃダメっていうルールは変えてってもいいのかなって思ってます。私たち女子相撲をやってる人がそれぞれに声を上げてジェンダーに対して戦ってくれる人も増えるんじゃないかなと思ってます。私には理解できない。私は勇敢だって思う。ほら、パーティーを始めましょう。ザ・プロム、これもまた最高でしたね。2020年最後の当たり作品。ミュージカル好きはマストウォッチ。ニコール・キッドマン、細い。そしてどこでお直ししているのか気になります。ダンスと音楽とキラキラした感じにもう弱いかったから、もうプロムはすごいハマった。あの YouTube ミュージックでずっとヘビーローテーションで同じ曲を何度も聴いてる。もうあの朝起きるともう頭の中でずっと流れてる。とまあ1年やって、ちょっとめぼしいやつをちょっとピックアップして紹介してみたんですけども、なんだかんだねドキュメンタリーが好き。女子ちょっとなんか、うん、
ちょっと類性弱めなマスターが好きなジャンルって基本的になんかちょっと泣いちゃうようなのが好きなんですけど、個人的な2020年の中で一番好きな作品、これ一番面白かったよっていうのは、どれも選べないんだけどもさ、まあ選びましょうってなったらこちらの作品です。5 4 3 2 1. I want to be so excited that I feel like crying. メイクアップスター、ディンドーン。プロのメイクアップアーティストを夢見る若者たちがさまざまな課題をクリアして最後の一人まで残るってコンペ型の番組。毎回課されるお題はマスターが知ってるような可愛いを作るメイクではなく、特殊メイクやドラッグ、もう常人には理解しがたい芸術の域。自分の推しが途中敗退したり、課題によって得意不得意があったりと、毎回見応えのあるシリーズです。 Every week the two who least impressed will head into a face off. The loser goes home.I put my heart and soul into every brush stroke. I want it. If it means that I have to send someone home, then I'm gonna have to. Is it working? No. Okay, interesting. She went from Kardashian into Avatar. Ho, 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 hell no. I mean, that's just revolting. Oh, wow. No pressure. It's only like the biggest competition. Honestly, I've got tears in my eyes. I'm so proud.Really, in makeup, there is nothing new. But what there is a new hand and a new eye. It's time to glow up. え、以上が2020年マスターが、選んできた、見てきた、面白かったよという作品のベストオブザベスト、メイクアップスターになりました。まあシーズン3やるといいな。チアのジョーもね、なんか見たいんだけど、まあ、要はなんかドキュメンタリーが好きっていうことなんでしょうね。あのプロムはめちゃめちゃ面白いんで、あのマスターと同じようにあのプロムの曲がずっと頭から離れなくなる病気にかかりたい人はぜひこの正月にご覧ください。まあそれではまた次回の動画、次回はなんかちょっとネットフリの変わったアニメ特集とか、 あんまりスポットライトを浴びてない作品にフォーカスしたようなのをやりたいかな。まあ2021年も、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。